函館市内の酒店です。全国各地の日本酒を取り揃えています。こちらですね。ここに今年地元のお酒が加わりました。道南35年ぶりの酒蔵函館醸造の五宝です。スッとこう体に入ってくるような感じで飲みやすいです。すっきりとした中にもコクと奥行きが感じられる淡麗うま口と呼ばれるお酒です。特別純米や純米吟醸など5種類が販売されました。地元の蔵ができたっていうのは酒屋にとってもすごくありがたい存在であるので、お客さんにどんどんアピールして期待していきたいと思います。道南の七飯町です。かつては酒が作られていましたが、東北をはじめとした本州の酒が好まれる地域性に加え、日本酒の消費そのものが減って酒蔵もなくなるなど、地酒が育ちにくい状況が続いていました。その中、今年2月に新しい酒蔵が完成しました。その際活用したのがクラウドファンディングです。久しぶりにできる酒蔵を応援したいと、予定の7倍を超える資金が集まりました。良いお酒ができるように神事も執り行われました。おめでとうございます。蔵元は地元七飯町の富原節子さん。岡山県の酒造会社から事業を受け継ぐ形で、当時の東谷弘樹さんとともに道南に根ざした酒を作ります。うま口な味をお酒の風味として上手に表現できればと思います。函館醸造五宝里の宝、これが地域の宝になっていけるように頑張ります。早速五宝の仕込みが始まりました。七飯町横津岳の伏流水に加え、酒米はすべて地元産のものを使います。仕込み水が入ったタンクで麹と米を丁寧に混ぜ合わせていきます。温度を管理しながら1ヶ月ほど発酵させ、日本酒が出来上がるまで2ヶ月近くかかります。蔵元富原節子さんは七飯町内で酒店を営んでいます。長年日本酒に携わってきた富原さん、利き酒師の資格を持ち、本州の酒蔵で酒造りも体験。地酒を作りたいとの思いが膨らんでいました。ここは食材とにかく宝庫ですよね。素晴らしいお米を作れるようになってるし、お水は横津岳の伏流水、これまたとってもいいお水で、こういうもう全部揃ってるところにぜひやっぱり日本酒酒蔵があったらいいんじゃないかと思うのは皆さん同じだと思います。4月初搾りを迎えました。初回の醸造は4号瓶で1万8000本分、35年ぶりの日本酒誕生です。素晴らしい出来です。はい、おかげさまで。フルーティーな香りが込み上げてきて、口に含むとキリッと身の引き締まる、もう、これが五宝です。目指す里の宝へ第一歩を踏み出しました。函館市内の居酒屋です。五宝を提供しています。じゃあ、はい、乾杯。五宝を楽しむ客が増えているといいます。
も地元がすごく大好きなので、ちょっと一つでも自慢できることができてすごく嬉しいです。お土産のね、タコスをして選択肢が増えたので非常にありがたく思います。凍らせてシャキシャキとした食感が特徴の郷土料理イカゴロのルイベやニシン漬けなど、しっかりとした味付けが多い地元食材にもゴッホーは合わせやすいといいます。地元に酒蔵ができたのはやっぱりすごく嬉しいですね。私たちも地元の酒蔵さん、次は何作るんだろうとか、このお酒に合わせてどんなおつまみ開発していこうとか、いろいろ広がりますね、この先が。お酒だけではありません。地元では酒粕を使った商品も誕生しています。函館の老舗レストランでは酒粕を使ったスイーツを開発しました。酒粕を道産のクリームチーズに混ぜて丁寧にこしていきます。ゴッホーの風味が感じられる滑らかな舌触りのチーズケーキです。中にはゴッホーにつけたレーズンも入っています。チーズの味わいと酒粕のゴッホーの素晴らしい風味が感じられるということで、よりそのゴッホーというお酒の周知が地元のお客様、それから観光のお客様にも広まっていくと思います。押します。先月、酒蔵では新酒が出来上がりました。この秋取れた酒米は出来が良かったことから、富原さんも新酒のゴッホーに期待を寄せています。果たしてその味は。お酒です。口に含んだら赤ちゃんの香りのような、一番最初そんな感じしました。去年以上の美味しいお酒に、米農家さんも一生懸命頑張ってくださって、いい酒米を届けてくださったので、うちの杜氏も一生懸命頑張りました。蔵の者も一生懸命頑張りました。その結果、皆さんに美味しいって言っていただけるお酒をお届けできることに嬉しく思います。酒蔵は間もなく2年目を迎えます。できました。道南35年ぶりの酒蔵から生まれた日本酒ゴッホー、里の宝、地域の宝を目指していきます。